平野耀が胸にダイブした女性タレントとは、SNS でぽっちゃり好き、アピール連発。芸能界で活躍する俳優、歌手、元キングプリンスへのメンバーである平野耀が、自身のインスタグラムアカウントを通じて、ファンから寄せられる質問に答える活動を続けています。その中で、彼がぽっちゃりした女性。 が好きであることを公言し、多くのファンの注目を集めています。今回の記事では、平野紫仕様の SNS でのぽっちゃり好きアピールに焦点を当て、彼が胸にダイブした女性タレントについて探求してみたいと思います。1、平野紫仕様の芸能活動再開と SNS での活動。 2023年7月7日、滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社戸辺のタレントとして、平野氏洋が芸能活動を再開することが発表されました。同日、平野は自身のインスタグラムアカウントを開設し、ファンとのコミュニケーションを積極的に図るようになりました。ファンから寄せられた質問に答える中で、 彼の個性的な一面が浮かび上がっています。2、平野仕様のぽっちゃり好きアピール。平野仕様は SNS 上でぽっちゃり好きであることをたびたびアピールしており、その言動が話題となっています。彼はリップスピアス開けてる女どう思うとの質問に対して俺は全然ピアス開いてようが全然気にしないと自身の寛容な態度を表明しました。 さらに、ファンからの質問に対して、ぽっちゃりにしてあげるよ。何食べたいの何が好きラーメンお肉などとぽっちゃりな女性に対する好意的なコメントを発信しています。3. 過去の発言から浮かび上がる、ぽっちゃり好き。ぽっちゃり好きという平野潮の好みは彼のジャニーズ時代からテレビ番組などで公言されてきました。 2019年3月17日に放送されたトーク番組、オシャレイズムに出演した際、彼は、ぽっちゃりした女性が好き、と告白しました。その中で、平野の憧れの女性、としてお笑いコンビおかずクラブの u ピ p が登場し、彼女の胸にライブする場面が話題となりました。4. ファンからの質問に対する反応。 平野紫仕様が SNS でファンからの質問に対する反応は、彼のファンを喜ばせることが多いようです。彼は質問に対してサービス精神を発揮し、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。彼のファンは、彼氏感が最高、仕様君の彼女だったっけなど彼のアクティブなコミュニケーションに喜びを感じていることでしょう。5. 今後の展望。 今後も、平野紫仕様の SNS には、ぽっちゃりに関連する質問が寄せられることが予想されます。彼が、ぽっちゃり好きを公言し続け、ファンとの交流を深めることで、芸能活動をより魅力的に展開していくでしょう。平野紫仕様の SNS 上での、ぽっちゃり好きアピールは、 彼の個性的な一面をファンと共有し、コミュニケーションを図る重要な手段となっています。彼の好意的な姿勢はファンにとって魅力的で、今後もその交流が続くことが期待されます。そして、彼が胸にダイブした女性タレントについての情報がファンにとってますます注目されることでしょう。